りがとうございます。16話見ました。本当ですか？マキシマ強すぎじゃないですか。ダメージを負っているとはいえ鴻上を圧倒してましたね。そして絶対絶命のピンチに現れた茜ちゃんのヘルメットアタック、普段の茜ちゃんからは考えられないような形相だったので、鴻上に殺せと言われた時に本当に殺してしまうんじゃないかと思ってハラハラしましたが、今まで回想の末思いとどまったのを見てとても安堵したのと同時に、茜のサイコパスが曇らない理由が分かったような気がしました。最上階では牧島を捕らえ一見落着かと思いきや、地下へ行った係の方は謎が謎を呼ぶような展開でどうなるかと思っていたら、係くーん二手バカかなこれ全然内容入ってこなかったですね。そうそう、もうなんかずっとまあ楽しかったってことが言いたいのかな。そうですね、内容のことを書いていただいたんですね。読み方のせいだと思うんですけどね。そうかな。いやいや、これに合った読み方をしたんですよ、この文章の雰囲気に。そう、いやでも謎がいっぱいでハラハラして楽しかったって。お、それはこれからどうなるんだっていう。なるほど、それは監督が喜ぶんじゃないですか。そうですよ、みんな死亡フラグ立ってきてます。